カルネ様、千年のカルネ様、やつらがやってきます。失敗は死あるのみです。ねえ、ゴート男爵。一度、私の美しい歌声を聞きたいかね。では2番。罪とがの深き癒し女、甘い夜を微笑みで誘い続けるその目。私にはわかる、私の腕でさあ抱こう。そう、私はわかるね、千年の愛を持つ男。一度、私の美しい歌声を聞きたいかね。3番。一度、私の美しい歌声を聞きたいかね。お前が世界の女が待っているとか言っている歌舞伎か。なんと汚らしい男だ。お前みたいな奴が女性に愛を解くなど千年早い。不愉快だ。消えろ。私が世界中の女に愛を教えるのだ。
け、かっこつけやがって、所詮化け物じゃねえか。
こんな私が死ぬだと。だがデーモン教は不滅だ。魔王ガープ様が必ずジパングの女をすべて消し去るだろう。だが死んでいくこの私の至上の愛は一体どこへ行けばいい。ああ女たちよ、愛する女たちよ。ああそうだ、千年の昔私は魔王ガープに挑んだのだ。王として勇敢に戦った。だが私は敗れた。そして奴は愛するただ一人の妻を生贄にし私に呪いをかけた。私は女の愛を信じられぬ男に変えられた。許してくれ、私の最愛の妻よ。男はただ一人の女に愛を捧げるもの。私の愛を君に届け。そして頼む、歌舞伎四年の戦士よ、あの魔王ガープを倒せ。ありがとう、歌舞伎様。これでミンスターを支配していたデーモン教は去りました。残るはロンドン島にいる魔王ガープとブラッド城の永遠のサングへ。そう、そうです。サングへはウエストエンドに自らの城ブラッド城を建て、人々の血を吸い自らのしもべに変えてしまう力を持っていると聞いています。まるでドラキュラね。歌舞伎さん、行きましょう。ウエストエンドへ。永遠のサングへを倒さぬ限りロンドン島への道は開けません。さあ。あのさ、ゼアミ、なんでそんなこと知ってんだ。そうよね、歌舞伎様、私からもお願いします。どうかあなた様の火の勇者としての力をお貸しください。ロンドンの人たちのために、そして私のために。レイナのためにか。わかったよ、その永遠のサングエとかいう野郎をズバッとぶっ倒して魔王ガープを俺様の前に引きずり出してやら。まったく、女の子に頼まれるとすぐに調子に乗るんだから。やきもちか。違うわよ、そんな調子のいいこと言ってるといつか痛い目を見るわよ。さあ参りましょう。歌舞伎さん、お国さん、あなた様の火の勇者としての力をお貸しください。ロンドンの人たちのために、そして私のために。